はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は9手です。7手で詰ました方は勝って読みです。はい、これも、まあこんな手すぐに打ちたくなりますけど、これ続きがないですね、何も。何もないですね、どうにも。なんで、まあ、で、直に打っちゃったら、やっぱりこれも、ちょっと続きがないですか。すごい惜しいけど、まあこの金がいるおかげでつかつまないですかね。なんでまあここはまあ黄金は離しておいてと。でまあこれはここ2、3に行く一手で、今度は1、4に行かれちゃいけない、この手が引きますよね。でこれで飛車のラインにノックが入って、でこれで2、1まで捨てて同玉で離していく効果で、これで詰みってやっちゃうと間違いなく、これ勝手読みで、私も最初、ああ、と思ったんですけど、これでいいと思ったんですけど、もう一回これがあるんで、この詰め将棋の入り方はここですよね。これで、馬いったんじゃ、千日手になっちゃうんで、連続王手の千日手は負けなんで、ここで決め手ですよね。一緒に行かれちゃいけないから、どうしても三人馬は必要なんですけども、ここで、バサッと。これでもう、どうしても逃げると言っても、これは、これで相利かず。で、まあ、この金のおかげで上にも行けないんで詰んじゃうんで、まあ、ここは普通に同香と取って、取らせて、三人馬でちゃんとこの逃げ道も塞がって、一応にも行かれないんで、これで積み上がりということになります。ということで、詰め手順を確認すると、飛車は、まあ、これ多分遠くても大丈夫かな。4二飛車と。で、2三玉に3二馬、1二玉、2一馬、2三玉に1、2、飛車成が決め手と。で、同香に3、2、馬までの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。